はい、第7章、はい、読めない。おお。会社は男も女もお前と面識がなかったってことだったな。生意気な警察女。タスカーは写真で見たことがあるだけだ。女の方は顔も名前も知らない。知らないです。そうか、まあそうだろうな。しかし仏になってた達川は例の赤ん坊の父親って話だったな。まあ噂ではな。すると達川はお前が親代わりになって育てた娘に子供をはらませた元ホストだ。お前がその達川をぶち殺したっていうストーリーも十分考えられる。よせよ本庄。こいつくだらねえ難癖つけな。完全にしろって証拠が出ない限り事件の関係者は全員グレーでしょう。こいつ生意気やな。ホストを辞めた後アジア街に出入りしてた。中国マフィアの情報屋だったらしい。うん。そのことを警察は知っていたのか。いや、全くマークできてなかった。仕事しろよお前ら。だが達川をやったのはおそらくその中国マフィア最妖怪の連中だ。これまで奴らが関わってきた殺しと凶器や手口が似ている。ちなみに言うと達川と一緒に死んでた女はカムロ町のホステスだった。あ、そうなんや。達川と付き合ってたらしいが、かわいそうに巻き添えになっちまったんだろう。かわいそうにね。でさ、あまり事件の情報をこんな奴に話しちゃまずいでしょ。なんでこんなキル嫌われてんの。広島まで行って赤ん坊の父親を探し出したんだ。めっちゃ嫌われてる。そいつが死体で見つかったとなりゃうちにも役に立つ情報を持っている。達川の身元がすぐに分かったのも桐生のおかげだろう。ならこっちからもある程度の情報は出してやらねえとな。まあな。お二人のやっていることは慣れ合いにしか見えないんですよ俺には。ね、こいつがヤクザだったのはもう昔のことだ。いいんだ伊達さん。それよりこの後またセレナで会えねえか。他にもいろいろ聞きたいことがあるんだ。分かった、俺一人で行く。キリュウ、お前は先にセレナ行って待っててくれ。はいよ。ああ頼む。南雲とユータもセレナで待つって早く行ってやらねえよな。はいよ。はい、こいつけどほんま生意気やなお前。こら殴られへんかな、まあ、はい、まあほっといていきましょうか。こっちか。はい、ニューセレナね。はい、あ、ややこしいやつ女。まあ喧嘩になってもええわ、俺には自転車がある。おっしゃ、なめんな。あ、後ろにね。うよ。はい。ったく時間食っちまった。こっちですね。はい。前もあれや喧嘩がのやつか。お、それっぽいな。ちゃうかな。おっしゃ。原付きは無理か。ゴミはいけるか。看板はこれ無理か。よし、いけたー。行くぞー。くらえ。はいよー。はい、たく時間食っちまった。はい、行きましょう。よいしょ、まっすぐやね。もうすぐですね。こっちに。はい、もう着きます。はい、これか。キリュウさん、どうも。誰や。あ、おお、お前ジョー。やれへんぞ俺は。なんでここに。どういうつもりだ。いつかは俺たちもカムロ町に乗り込まなきゃいけないって思ってたからね。うん、キリュウさんが行くんならちょうどいいと思ってさ。せっかくだからみんなで上京してみたんだけど。みんなでってお前な。観光に来たんちゃうんか。まあいいじゃない、それだけうちらも本気ってことだよ。そうそう、一応アジト代わりにしていいって店を確保したんだ。M サイドカフェっていうミレニアムタワーの横のカフェなんだけど。了解。今から少しだけ時間ある。ないわ。しかし、ね、ないですよ。少しだけだぞ。ないですよ。クソ、来てもうてるやん。こんな場所に俺らがたむろして構わないのか。迷惑やろ。この店マスターの知り合いが経営してるらしくてさ、掛け合ってくれたんだ。あのマスター一体何者なんだ。
お本当にやがったな、ジョーの野郎。お前ら、お前の動きなんてな、こっちには筒抜けなんだよ。小島やね。ジョー、岡田やね。ここに来たからにはもう容赦しねえぞ。カムロ町はジャスティスのホームだ。尾道みたいにお前らにやりたいようにはやらせる。ここでやりやけんか。そんなの覚悟の上だ。そうじゃなきゃこんな喧嘩なんか売らねえよ。それよりどうだ、久々に怠慢でも張るか。お前らだけでやれ。断る。この人はカリスマレインメーカーだぞ。お前みたいな三下の相手をしている暇はない。テンゾン、勘違いしんじゃねえぞ。アリアナおらんのか今日。お前らの相手は俺たちがやらしてもらう。最近退屈だからよ、相手してくれや。やんの、何なんだこいつらは。六強人の最強タッグ、天山小島、通称天小島です。俺と岡田がジャスティス作って潰そうとしたギャング、人気やったからね。カラーズの中心人物だった奴らです。カラーズの、なんでそんな奴らがジャスティスに入ってるんだ。岡田はあいつらの力が欲しかったんでしょう。二人ともクソ野郎ですが腕は確かですから。おお、ジョー君分かってんじゃねえか。そうよ、カラーズからジャスティスに鞍替えしてもな、俺たちがチャンピオンだ、永遠のな。 1+1 は2じゃねえぞ。俺たちは 1+1 で200だ。おもろいな。10倍だぞ、10倍。おい、計算間違えてないか。それを言うなら100倍だぞ。細けえこと気にすんなよ。スケール感の問題なんだよ、この野郎。細かいツッコミ野郎は。ぶっ殺しちゃうぞ、バカ野郎。やろうぜ、ここで君が。まあまあまあ。天下の六強人がこんなところで三下と戦うのをよしましょうよ。我々の格が下がったように見られてしまう。ねえ、レインメーカー。まだ人気あるからね。そうだな。そういえばあんた、前にも一度会ったよな。ああ、そうだったかもな。偶然ってのはあるもんだな。あんたに恨みはないけど、俺の邪魔をするな。悪いけど排除させてもらう。喧嘩や喧嘩。上等だ。せいぜい楽しませてくださいよ、気流会さん。それでは。てめえら、覚悟しとけよ。なんや、喧嘩せえんのか。あいつらがジャスティス本体か。こっちでも厄介なことになりそうだな。いやね、チームの編成をしたり、ジャスティスと戦うときはここに来て声をかけてください。はい、わかった。はいはい、もう来ることはないですね。はい、もうないです。はい、行きましょう。もうどっから出んねん。どっから出んのって、ここどこやねん。一体ニューセレナから近いんか。お前、ここ劇場のところか。ちょっと離れたんちゃうか。あー、喧嘩なのかもな。あ、なれへんか。行きましょう。ここまっすぐ行ったとこですね。ね、あのホストクラブの前らへんなんで。頑張ったね。あ、よく頑張った。はい、これね。はい、行きましょう。はい、着きました。伊達さんおる？キリュウの兄貴。おお、どうでした、サツからは何か情報はもらえたんですかいの。少しだけだ。そう、もらったよ。後でまた馴染みの伊達って刑事がここに来てくれることになっている。そこのママの旦那だけどな。悪いな、ママ。え、結婚してんの。またたまり場にしちまって。いいのよ、好きに使って。結婚してるんや。この店には私より桐生さんの方が古いんだから。ありがとう。そちらのママデカの神さんじゃったんか。いやー、下手なちょっかい出さんでよかったわ。ノー、ユタ。大丈夫か、ユタ。どうなしたん、ユタ。
順義に縛か知り合いの死に顔を見るのは初めてじゃ言うと思うぜ、はいはいはい、辰川が死んだ順義に縛かれていたいんかな心機くそうでかなわん余計なお世話ですよ大体頭だって今の今まで黙りこくってたじゃないですかおバカだれお前が何も口聞かんからわしも黙っとっただけじゃみんな悲しいよね警察の話や辰川をやったのは中国マフィアの連中らしい中国マフィアって例の最王会とかいう江戸江戸辰川は情報屋としてその最王会に使われてたって話だった何かしくじって雇い主に始末されたってことかもな江戸とまたやるかもねしかしえげつなことしよるな辰川は喉切られた上に心臓をめった刺しにされとった見せしめっちゅうことですかの嘘やなんか俺が知ってた辰川とは別人みてえだカムロ町でホストになったと思ったらそいつは中国マフィアの情報屋になるための偽装でやっと見つけたと思ったらゴミみてえに殺されててよまあな俺は辰川を半殺しにしてやろうと思ってわざわざ東京まで出てきたのにすっかり気持ちが冷めちゃいましたよこれからどうします兄貴辰川が死んどるんじゃ遥さんのことも何も聞き出せんでうん分かってるだが俺は中国人がなぜ辰川を殺したのかを知りたいと言いますと辰川が中国マフィアに追われてたんなら遥や遥ともその件に巻き込まれたって可能性があるせえなもしそうなら遥ちゃんが引き逃げされたのはただの事故じゃなかったってことすかかもなまだそう言い切れるだけの材料はないだが辰川って男にはわけのわからないことが多すぎるわけのわからない確かにそうっすね来たんやんキリュウ邪魔して構わないかいいよの広瀬一家って言うとあんたら陽明連合会の関係かそうです陽明連合会直系の舛添組さんかその末端の組ですわほいじゃがうちの総長の広瀬徹は昔近江連合ともバリバリやりようとるけ薩の旦那じゃったら名前くらい知っとるじゃろどうやねんやろ悪いけど聞いたことねえなんなら東京のデカも大したことありゃせんのんじゃの怒ってるそれよりな、キリュウ相手してないやちょっと遥かなことでお前に話しとかなきゃいけないことがある何ですか、うん、お前が広島に行ってる間に遥かの病院を移させてもらったんだおお都内の警察病院にな、うん、何かあったのかああ前の病院に東上会を名乗る連中から、うん、遥かを見舞いたいって問い合わせが何度も来るようになってな東上会か遥かをそう名乗ってるだけで本当に東上会の連中かどうかもわからねえとにかく俺も気持ち悪いんでな人目につかねえように病院を移したんだ、うん、一応念のためだが遥かの病室には誰も近づけねえように警備もつけている頼むぞ遥かの容体は変わりなしかあいにくなお前ももう少し落ち着くまで遥かの面会には行かない方がいい、うん、お前らが下手につけられて遥かの居所が嗅ぎつけられやもう移す病院のあてもねえ、うん、そうかせめて遥かの意識が戻ればいいんだがな秋山はどうしてる？お、秋山や。そうやな。あいつも遥についててくれていたろ。うん。遥を警察病院に移したとき、秋山にも離れてもらった。そうなの。あいつも中国マフィアに狙われる身だ。ああ、はい、はいはい。そうそうのんきに病院でじっとさせてるわけにもいかねえ。連絡は取れるか。ちょうど中国人のことで、秋山に聞きたいことがあるんだ。うん。いや、用があるときは向こうから連絡してくるって言うんだな。こっちからは連絡の取りようはない。あ、電話な、確か ないねんな。お前が今さら秋山に聞きたいことってな。前に秋山と一緒にいた時、江戸っていう中国人とやり合った。おお。多分西洋界の中でも幹部クラスだ。強かったよ。秋山からそいつの居場所を教えてもらいたい。こっちから行くんかい。その後江戸から西洋界が辰川を殺した理由を聞き出す。これは喧嘩やね。ただそういうのは警察の仕事なんだがな。まあ、お前に言っても聞きやしねえか。そりゃそうと、今度は俺にも話を聞かせてくれ。はい。殺された辰川がカムロ町に来た行き先とか、広島にいた時の様子、遥かとのやりとり、何でもいい。悪いが俺も仕事なんでな。
さっきの伊達千代でか、うん、年は食っちゃるがなかなかの切れ者じゃったの。信用してもええよじゃ。そうっすね、伊達さんに任せておけば達川がなんで殺されたのかも掴んできてくれるんじゃないっすか。そうかもしれねえな、うん、だが俺は一刻も早く遥の事故の真相が知りてんだ。黙ってじっと待つつもりはない、うん、なんでそんなに急ぐんです。サツも達川の殺しを追い始めたんだ。いつ俺らを邪魔者扱いしてもおかしくね。伊達さんはともかく、結局警察ってのは組織の理屈で動く、うん、例えば本庄ってデカは俺を犯人扱いできるとも匂わせてきた。なんじゃそれ。あいつなんかあるんかな。とにかく俺は自由に動けるうちに動いておきたい。まずは秋山を探してみる。前に秋山が隠れてた下水道に行ってみるつもりだ。ああ、そうやね。お前らはここにいていつでも連絡が取れるようにしといてくれ。わしらはここで待機しとりますけ、気にせず向かって使わさい。あ、いいよ。キリュウの兄貴、気をつけてください。気をつけます。はい、じゃあね、あの下水道ね、ちょっと行きたいと思います。最後は、ここやったか出口。じゃはい、行こう。はい、源田法律事務所の近くですね。あと何日かしたらなんかジャッジアイズの新作かわからないんですけど、なんか出るらしいですね。出るというかなんか情報がなんかなってるんですよね。あ、なんかすぐだ。ジャッジアイズだったらいいんですけどね、なんかわからないんですけど、なんか出てるらしいですね、サイトに。なんか黙れ、お前らなんか相手するか。あー、バレた、キリュウバレた。おるか、相手来てる来てる。あ、来へんね。行きましょう。あ、バレた。はい、もうすぐですね。あー、こいつすぐバテるようになってきた。なんか飯食うたりとかしたらなんかバテにくいとかあると思うんですけど、一個も食べてないですね。はい、ここですね。あ、よー、行きましょう。キムタクもこんな折り方やったからな。はい、秋山がおるかどうかは分からないんですけど、はい、ん、なんや、え、おるやん、すでにおるやん。誰だお前ら。バタッパを見せない、別让他逃走。分からんぞ。今天死在这里。キリ分かるんかな。中国人、ここでずっと秋山の帰りを見張ってたってとこか。話の通じる相手じゃなさそうだ。看我把你这混蛋给剁成肉酱，再把所有的日本黑帮给杀得干干净净。はい、ほんまに分からないんで何言ってるか、この辺のやつでしばきたいと思います。お前らほら、はよ。帰れ帰れ。这男人到底是什么人物？大家散开快跑。ちょっとぐらい日本語喋ってくれよ。まだいるな。え、お前は逃げなくてもいいのか。これも中国人なんや。いや、こいつはちゃ、こいつはちゃうやろ。俺ですよ、覚えてます？わからん。ん？ああ、前にこの場所を教えてくれたやつか。はあ、よかった。俺まで殴られるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてた。キリュウはせんよ、そんなこと。でもキリュウさん、なんでまたこんなとこに。秋山さんなら前にあんたと出てったきりここには戻ってないよ。そうなんよ。また秋山と連絡が取れなくなってな。あんただったら連絡つけられないか。できなかないけど少し時間がかかる。秋山さんも慎重なんでね。何すんの。連絡が取れるまで何人かに話通さなきゃならないようになってんだ。ああ、あいつはまだ
中国マフィアから狙われてるようだな。正直そこまでヤバいならカムロ町を離れた方がいいと思うんだけどね。うん、秋山に俺の携帯へ電話よこすように伝えてもらえるか。わかったよ、少し時間をくれ。はい。ああ、頼む。はい、地上に出て町を探索する。はい、じゃ待って、けど矢印入れているね。あっちから、これね、矢印出てる、何こっちから出ろっていうのか。さっきのとこ、あ、そう、さっきのとこ上がられへんのか。はい、はい、出ます。そんな軽いもんちゃうで、パンっていけるほど。はい、ちょっとぶらついた時間が経ったら多分電話がかかってくるん違うかな。まあちょっと走ったりとかして、あれ、これ通行のようにな、多分かかってくるやろ。おワイヤー桐生だ。秋山です。はい、連絡取れなくてすみません。何か俺に用があるとか。ああ、お前は今どこにいる。まあ転々としてますよ、カムロ町にはいますけどね。おお、そうか。お前に聞きたいことがあるんだ。この間エドって中国マフィアとやり合ったな。うん、あいつはマフィアの中でどの程度のポジションだ。採用会の中でってことですか。うん、幹部ではあるみたいですね。ボスと直接口切るメンバーの一人だとか。やっぱりそうか。エドと話がしたい。話がしたい。あいつの居場所は分かるか。エドと話したいって、なんでまた。採用会が遥の事故に絡んでいるかもしれないんだ。うん、エドがいるのはアジア街です。アジア街、そのど真ん中にあるでかい店がエドの仕切りなんですけど。なんだ。キリュウさんが店行ってエドと話したいと言っても手下どもが通してくれやしません。やっつけようぜ。ほんだら、その店は採用会の中心部です。連中を丸ごと潰しに行くのと変わりませんよ。なんならそれでも構わねえかな。極道から足洗った人のセリフじゃありませんね、それ。やったろやったろ。電話じゃなんです、今から会いませんか。いいのか、どこで会う。劇場前広場にアパホテルってのがあります。もうあるな。そこの6階の客室で。アパホテルってほんまにあるよ。はお一人ですか。ああ、一人で行く。わかりました、俺もすぐ向かいます。でも今度はつけられないようにしてくださいよ。分かってる。あの、多分これつけられてんな。はい、アパホテル行ってみよう。これフリーやからな、こんな。はい、よし、出てるね。あのね、大体こんなん言うてる時ってフリーなんで、多分向こうでも喧嘩になるよね、アパホテル行っても。お、これか。あ、逆から入んな。はい、これね。はい、立派なホテルや。劇場前広場ナボホテル、秋山はこの6階で待ってと言っていた。あ、おるやん。おるね。あ、おる。いつの間にかはつけられてたもの だが、瞳のあるところじゃ仕掛け気なさそうだな。連中は尾行を巻くまで秋山のところに行くわけに。ゆっくり歩いて瞳のないところに、ここなら劇場前、そこで正体を暴いてやる。字幕早いな、相変わらず。ゆっくり歩いてとか言ってたよね。だけど矢印出てんな。はい、こっちの方向かったらいいってことやろ。走られへんし、行きましょう。はい、もうすげえね。はい、出てこいや。さっきから俺をつけてるのはお前らか。出てこいや。やったろう。問答無用か。
はい、謎の試験。はい、自転車があるね、俺には。言うぞ、こら。え、待てよ。おいよ。まだおるか。誰や、お前か。見よう。え、何、どうなってんの。登場会ではないよ、中国人やろ多分。どうやねんやろ。どうなってんな。なんで登場会の人間が俺を。